日本関東地方神奈川県横浜市港南区。笹下笹下は横浜市港南区東部の地名。現行行政地名は笹下1丁目から笹下7丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は234-0052。上大岡の南に位置し、東側と南側は磯国に接する。笹下川。 笹島マリア道路沿いに古くから開けた土地であり、明治時代には倉木郡の中心として発展した。地域の盆踊りなどでは、笹下良いとこというオリジナルの歌が流されることがある。武州倉木郡地名校や日本城郭体系によれば、笹下の地名は、間宮市の出身地である、大見国市の加護の地名由来であるとされる。笹下川の河川名由来も、 地名と同じく城に由来する。笹下川東側の南北に細長い地域で、東側は磯国森が丘、森に接する。一丁目には、倉庫数430個の笹下大団地が1969年に完成した。二丁目の関宮三島寺院付近は、江戸時代には考察場が置かれ、明治時代は、軍役所などが置かれていた。現在、軍役所は、 住宅地となっている。北条実時の病を治した言い伝えの残るうなぎの井戸が保存されている。明治時代に石川郎という料亭が存在し、皇族が杉田梅林に完売に行く、際の休憩所としても利用されていた。環状二号の南側の山頂目には、草加小学校があり、ファミリーレストランなどのロードサイド型店舗も点在する。磯北用。 光台一丁目笹した四丁目に、マミヤ氏の居城である笹下城の主要部分が存在した。梅火山上住院の裏の丘頂上部一帯が、本丸と伝わる。江戸時代初期に、マミヤ直元によって笹した神宮家の陣屋が、陽光台一丁目の元笹下橋付近に置かれた。陣屋の門は上住院に移築され厳存。幕末の鎌倉事件で実行犯として、 後から出頭した、マミヤはじめの墓も同時に現存する。5丁目を東西に、環状2号が貫き、通りの南側の丘の上には捧した中央公園がある。公園内は、増式杉本遺跡という、縄文時代古墳時代にかけての縦穴住居跡や、土坑などが発見された古代の遺跡でもあり、教育委員会により発掘調査の概要と、 公園地下に遺跡が保存されていることを示す、説明看板が設置されている。また、この公園は、笹下城の出丸の一つの北見家門や敷跡で、霧岸と犬走りが存在したとも言うが、発掘調査結果は、城のような地形は、自然の地形で、城石や中世に属する遺構は発見されなかった。かつての増式村であり、増式町内会の名にその名残を留めている。 笹下川西側の住宅地。北は江南区江南、南は磯北洋光台、西は江南区日の中央の日野公園墓地に接する。笹下七丁目アマテラス大神宮横浜市立笹下中学校にかけての丘陵は笹下城の出城の松本城が存在した。この丘陵のアマテラス大神宮付近には現在も中の丸の名が残り、 丘の頂上部近く、桜道が交差するあたりは、神河大の地名が残り、連平城や有事の指揮所として機能していたと、日本城郭体系や倉木郡地名校等で考察されている。6.7丁目の新興住宅地は、駅から遠く長らく交通が不便な場所であったが、2001年に江ノ電バスによる路線バスが開通した。横浜市立学校や、 鎌倉街道沿いの笹下港南中央通りバス停などに笹下の名を冠した施設が見られるが、前者は港南区港南5丁目、後者は港南区港南中央2にあり、現在の笹下の町域からは外れる。磯国の田中、栗木、峰、矢部屋は上笹下地区と呼ばれ、町内解明などに名前が残る面積は以下の通りである。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、捧げ6から25から7の地点で17万3千円平方メートルとなっている。発掘された増式杉本遺跡などから、縄文時代より人が暮らしていたと考えられている。元は、磯国南部現在の港南区の内旧武蔵国にに及ぶ、広範囲が杉田里だったと考えられている。間宮市の入部後に、 笹下号が分離、天文年間に、笹下村、関村、増式村、松本村に分かれた。関村は、現在の笹下二丁目を中心とした地域、増式村は四から七丁目及び三丁目の南側、松本村は一丁目北側と江南の一部におおむね、相当するが、飛び地や入海地が多く、境は、はっきりしていない。天文年間には、 両手の間宮豊前主神元が、現在の笹下4丁目を中心に桜下城を築城した。新編武蔵風土機構によると、江戸時代中期には、関村では34個、増敷村42個、松本村64個が暮らしていたと記されている。東京、横浜と三浦半島を結ぶ街道沿いにあり、明治時代には、軍役所や、警察署、陶器所、 料亭などが置かれ、倉木郡の行政や商業の中心地となったが、横浜市編入により、軍役所が閉庁し、警察署の東廃合に加え、根岸湾沿いに国道ができると店舗が減少し、元の農村に戻っていった。明治中期頃からは、カキの販売を行う農家が多かった。江戸時代明治時代には、杉田笹下一帯は分家杉田間宮家が植林した杉田林が、 完売の名所としても有名になり観光客で賑わい、後続も来訪した。後続の休憩所となったのが、席にあった石川老だった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる町内を南北に走る笹市も、かまり道路と東西に走る環状二号線が、 町の中央部の打ち越し交差点で交わる。町内に鉄道駅はなく、上大岡駅から佐々島かまり屋道路を通り上、中里団地や洋光台駅、横浜駅から上大岡駅経由で区域を結ぶ上ノ電バスの利用が、主となる。西部の6.7町目は、上大岡駅から港南区総合庁舎前、桜堂経由で洋光台駅を結ぶ上ノ電バスが利用できる。 ありがとうございます。